シリタ君ではないか。サクヤさん、どうしたんだ？一人で街を歩いてるなんて珍しい。私だってたまには羽を伸ばしたいのだよ。時にキリト君、今時間はあるかね？まあ特に予定はないよ。それはよかった。ではこの町の案内を頼めないだろうか？え、この町を？それなら俺よりサクヤさんの方がよく知ってるくらいじゃ。そういうことを言うのは野暮というものだよ、キリト君。女性の頼みは心よく引き受けておくものだぞ。え、ほら返事は？わかったよ。そうか、ありがとう。それじゃあとりあえず。お待たせ。どうぞ、サクヤさん。ああ、ありがとう。フルーツが中に入っているようだが、現実にはないものだな。スバルト・アルブヘイム限定のフルーツらしいんだ。ほう、ではいただこうか。どうかな。うん、うまいな。イチゴのような甘酸っぱいフルーツが生クリームとよく合う。気に入ってくれたようでよかったよ。このクレープリーファがよく食べててさ、俺もたまに買ってやってるんだ。そういえばリーファとはリアルで兄弟だと本人から聞いたよ。その様子だと随分と仲がいいんだな。彼女最近は君のことばかり話しているよ。そうなのか。一緒に攻略した話や街で起こった出来事を、それはそれは事細かにな。自分の知らないところで話題にされるとむずかゆいな。あんなに妹に慕われてキリト君は過保護だな。ああそうだ、案内してくれたお礼をしなくてはいけないな。あ、そんないいよ、大したことをしたわけじゃないし。いいや、それでは私の気が済まないのだ。貸し借りの問題ではなく気持ちの問題だよ。そうは言ってもな。いきなり聞かれてもすぐに答えることはできないか。では何か思いついたら声をかけてくれ。最大限礼を尽くそうじゃないか。大げさだな。でもありがとう。無論。ん？何も用がなくてもいつでも声をかけてくれて構わんのだがな。サクヤさん、サクヤさんの手が首筋に、というか顔が近い。どうしたのだ？そんなに構えなくても良いではないか。緊張している。あの冗談だ。君が面白い反応をするのでついからかってしまった。びっくりした。離れてくれてよかった。ああもうこんな時間か。そろそろ戻るとするか。ちょっとした息抜きのつもりが、君と話していたらつい長居してしまったな。また近いうちに道案内を頼むかもしれん。その時もまた快く承諾してくれることを期待するよ。はあ、なかなか有意義な時間を過ごせたよ。ありがとう、キリト君。行ってしまった。とりあえず楽しんでもらえたみたいでよかったかな。